時刻は夜7時になりました。こんばんは、藤田ニコルです。今週もニコルのオープニングトークから始めていきたいと思います。今週はそうですね、私 CM 撮影が久々にありまして、まあ今までこの芸能生活の中 CM 撮影はまあ結構やってきたですけど、久々に CM 撮影してきて、皆さん多分テレビとか見てて、まあ CM 流れてて、その CM がどう作られているかってあんまわからないと思うんですけど、まあ、私は今回は、てかいつもは、まあ一人が多いんですね、出る CM は。一人で出て、でも、そのカメラマンさんの前に立ってくれる、私の、役割をしてくれる、なんて言うんでしたっけ、名前は。スタンドインさんがいるんですけど、うん、そう、だからスタンドインさんがいるんですよ。皆さんあんま知らないと思いますけど、私が本番の前に、カメラの立ち位置だったりとか、まあ、セリフがあったらこんな風にセリフを喋るとかを、全部一回、リハですね。リハを通してやってくれる方がいて、それで、そのね、やっぱスタンドインさん、今までずっと言いましたけど、私はそんな人にも、優しくありたいと思って、そこをなんか、なんだろうな、なんか、ありがたいんですよ。なんか、ありがとうございますだけじゃなんか足りないなっていう気持ちにもなって、この前。やってくれてね。やってくれて。やっぱり私には、やっぱ皆さんが、そのスタッフの皆さんが、なんか、よいしょしてくれるじゃないですけど、はい、ニコルさん入りましたとか、お水飲みますかとか、いろんな、なんか、楽屋戻りますかとかいろんなことをなんか手当てしてくれるんですけど、やっぱスタンドインさんとかになるとちょっとね、扱いが雑なんじゃないかなって思うことも今まで あって見てきて、あとお弁当がなんかちょっと少ないとか私の部屋には山盛りあるんですよ、お弁当とか、なんかそういうのをなんか人間としてなんか優しくありたいってなんか今週すごい思っちゃって、なんか売店の人がいたんですけど、なんか話していいのかわかんないですけど、なんか売店があるんですよ、現場の外にあったかい飲み物とか飲める、で多分他の CM 撮影もとかいろいろ多分スタジオがくっついてするから、その作ってくれる、そのコーヒー入れてくれる人、多分忙しかったんですよね、すんごい冷たかったんですよ、なんかコーヒー飲もうかなって思って頼んだら冷たくて、でも私は忙しくてもはいってなんか優しくありたいって、そっちの方も思った、働いてる身として、やっぱ対応が冷たかったってこと、ね、対応が冷たかったんですよ、なんかいろんな冷たいをその日に見たっていうかなんか本当人間としてなんかちゃんとありたいなって思いました。忙しくても人に優しくする気持ちと感謝の気持ちは忘れずにこれからも生活していきたいですね、と思いながら、だからその皆さんに CM の撮影とか、まあドラマとかもそうなのかな、ドラマ撮影したことないですけど、そのスタンドインさんがいてカメラの前に立ってくれて、CM が出来上がっているっていうのを伝えたくて、今日はそのお伝えしました、スタンドインさんがいるっていう情報を、っていう情報でした。まあそうです、こんな感じです。何もうまく伝えれなかったですけど、私は優しくありたいと思ったでした。やばい、今日本当にやばい、日本語下手になってない、下手になった。いや今日本当に朝から TBS その王様のブランチのねロケ行ってきて、なんか人間喋ってたんですけど、今何にも喋れないです。困るんだよ、それじゃあ。はい、何ですか。我々今日これ一発目だから。はい、そうですよね。何に、何にも喋れない。嘘です。では、オープニング始めます。マジで何にも喋れない、今。アットホームプレゼンツ。藤田ニコルの明日は日曜日。改めまして藤田ニコルです。アットホームプレゼンツ藤田ニコルの明日は日曜日、今週もよろしくお願いします。アシスタントはこの二人です。はい、タイムマシン3号山本です。はい、タイムマシン3号関ふとしです。よろしくお願いします。マジで文言は喋れるけど、なんか本当に今日口が怖い。
口が怖い。ほらほらなんかやばい。なんかワードが怖い。ワードが私はいつも言わないような言い回しだもんね。もう組み合わせ面白いよ。うん、口が怖い、ね。今日ずっと逆に喋ってるからだと思う。朝からずっと口を動かして喋ってる仕事だったから。口が終わりかけてんじゃない？なんか。うん、終わりかけてんだと思う。いい量の。そう。伝えたい情報をうまく伝えられないかもしれないです。でも聞いてる限り、スタンドインさんっていう仕事があるんだなって初めて知ったし。そう。だからエキストラさんとかさ、たまにバイトであるじゃない？代役シミュレーションっていうのがあるじゃない。首に例えば南原さんかけてさ、その役やるみたいな、はい、スタンドインさんって俺これ初めて聞いた。本当に？うん、初めて聞いた。スタンドインさんはね、普通にね、女優さんとかなの。なるほどね。それ言いたかったんだった。あまりにも程遠い人は入らないですよね。そう、普通に一般の方でもなくて、今回のスタンドインさんは同じ事務所の方だったのかな。なるほどね。はい、で多分私より年齢はきっと上であろう。はいはいはい。だからなんかありがとうって思った。意外と LINE が丁寧なんだね。その女優さんはしっかりその LINE で。バラエティ番組はさ、長澤まさみさんってパネル持ったおじさんがいたりするの、平気で。まあたまにあるね。で東京ガールズコレクションもそのモデルさんがリハできない人はやっぱそのスタッフさんがその名前のやつつけて出たりとかしてるから、本当にその美しい人にちゃんと光当てたりとかをちゃんと計算しながら本番に近い形で。そう、私同じ色味の衣装着てるんですよ。同じものではないですけど、同じ色味の衣装着て髪の毛とかもそれ用にやってくれて、でも映らないんですよ。しかもうちより長い時間その前に立ってなきゃいけなくて、やっぱすごいって思った。その縁の下の力持ちだよね。代わりにやってくれるっていう。本当にありがたいって思いました。なんか私なんかがなんか出てって思っちゃった。なんかでもバイトとしては嬉しいじゃん。俺も若手の時にこう行ったことあるんだけど、エキストラとか、その現場触れられないんだけど、勉強でみたいな。なんか番組とかだとシミュレーションって言ってさ、事前にやったりするじゃん。やったりしますね。でさ、なんかおとなしい、一言も喋んないような女の子の AD さんがさ、ザキヤマっていうさ、わかるよわかるよ。のつけてさ、多分インカムで怒られてんのよ。そう、多分本番ザキヤマさんのテンションじゃねえだろってなって。その子無理やりなんか試食とか食べて、うまみがくるーってやってんだけど。わかるわかる。あるよね。どうしたらいいか分かんないというか、すげえ頑張ってんだよ。それやったら、ヒルナンデスもあるよ。ヒルナンデスの、リハする時あるの、コーナーのリハ。私とかは、その、急に本番になって、思い通りできないと思うから、そういうコーナー持つ時は、ちょっと早く時間入ってリハするんだけど、南原さん役とか、あと、小峠さん役とか、あと、森三中さんの役とか、やっぱね、それに寄せるの。いや、ばっかり。ぽいこと言うんだよ。ね、いやすごい、だから女の子は特にかわいそうだなって思う、芸人さんの当たると。たまに入ってさ、そのリハ見るとさ、俺が考えてた想定より面白いこと言ってたりするの。欲しいなって思っちゃった時あったよ。確かに、ね、下回った、ね、これ超えなきゃなっていう。面白いじゃないか。いや、そういうね、事前にやってることって意外にテレビ見てるだけじゃ分かんないから。そういう人がいて、まあ、CM とか成り立つんだね。そういう人、一人というよりもいろんな役の人がいるからね。照明さんが朝から入ってたり、ディレクターさんがっていう。いや、マジでみんなすごいと思う。そうだね。なのになんか私、なんか行ってなんか赤ちゃんみたいな、何もしなくてもなんかご飯も出てくるし、なんかマッサージチェア置いてあるし、なんかお姫様みたいな扱いされてて、なんかもっと働かなきゃって思って。いや、わかる。みんなと同じ労働を味わわなきゃ。なんかそれ優しくしてあげて、やっぱり。そう、だから優しく。だからうちはそのスタンドインさんにありがとうございますって毎回そう言ってる。やっぱ嬉しいもんね。それは多分言わない人もいるよ、多分きっと。予想だと思うけどね。当たり前になっちゃうからね。当たり前になって、はい、私は入りますみたいな人もいると思うけど、私はもう毎回ありがとうございます。いや、それはやってよ、ちゃんと。いや、なんならそれになりたいとは言わないけど、それを経て頑張ろうと思うからね。今はまだここだけれども、いつか藤田ニコルさんみたいに。私がその立場だとしたら、自分がもし売れた時に言ってやるけどね。あの時優しくしていただいて、お弁当の数増えるもんなんですね。そっちもか。危ない、ちょっと微妙だぞ、それちょっとムカついてんじゃん。いや、微妙だぞ。こんなに増えるんですか、弁当。あの時立ってたけど弁当出ませんでしたからね。こんなに違うもんなんですね。マッサージしてこれ有料ですか。前はダメって言われましたけど、それ心の中で思っちゃうだろうな、きっと。少し恨みもね。これはね、上に立つのはね、やっぱ難しいよ、きっと。ちょっとこう施してあげるみたいな、ちょっと感覚にもなっちゃうし、そこら繊細なところでさ、ちょっと周りがケアしてくれるといいかもしれません。そうね、まあハングリーさを養いますからね。そうね、そういうことでね。強もった出来事でした。はい。
番組では皆さんからのメッセージを募集しています。宛先はnico@tbs.co.jp nico@tbs.co.jp です。公式ツイッターで募集テーマやスタジオの様子アップしていきますので、皆さんフォローお願いします。ハッシュタグはニコニチです。ここまでのお相手は藤田ニコルとタイムマシーン3号関ふとしと山本浩二でした。バイバーイ。